自分をご機嫌にする方法。どうも、セイラーです。今回の動画では、自分の心が荒れてしまっている時であったりだとか、普段生きていたら、なんか上司にイライラしてしまうとか、部下にこう言われただけで、ちょっとなんかピクッと反応してしまったとか、なんか家族に怒ってしまうとか、そういう心が荒れてしまう状態、ご機嫌じゃない状態になってしまうことってあると思うんですけれども、それを自分の中で、あ、自分ってなんて最低なやつなんだとか、あ、自分って性格悪いなっていうふうに思ってしまうのは、実は違ってて、それって、実は過ごし方の問題でそうなってしまってるんだよっていうことを話していこうと思います。つまり、自分のご機嫌を良くしていくための方法って何なんだろうということですね。話していこうと思います。でまず問いなんですけれども、自分の心が荒れてしまうのはどんな時なのかということなんですけれども、まず一つ、荒れる方向を見ている時なんだよということですね。自分の心の状態が荒れる方向を見ている時。人っていうのは、人の嫌なところであったりだとか、自分のできないところであったりだとか、物事の悪い部分であったりだとか、そういったものを普段からずっと見ていると、やっぱり心が荒れていく、すさんでいくっていうことが起こるんですよね。で具体的に言うと、ここに書かせてもらってるんですけれども、ホラー映画をちょっと見てると、心細くなったりすることってないですか？なんか、うわーみたいなね、映画を見ていて、ブクビクビクってなって、その後にトイレ行くってなったらちょっと怖かったりとか、なんか暗闇が怖かったりとか、他にもこう、茂みから襲いかかれるみたいなね、ドラマとかを見た後に茂みとかを見ると、なんか出てくるんじゃないかなみたいな怖くなっちゃったりとか、だからそんなことってあるじゃないですか。僕だけなのかちょっとわかんないんですけど、ああいう時って、やっぱり自分が見ているもの、見ている景色から影響を受けて自分の心が動いてしまっているということですよね。でそういうふうに僕たちって結構何気なく見てしまったものとか、普段触れているものからの影響って大きいわけなんですよね。で、この見る景色からの影響を大きく受けているっていうことなんですけれども、見る部分が僕たちって固定化されているよっていうことも言えるわけなんです。見る景色からの影響を受けているんだけれども、見る世界が固定されている。例えば、通勤路、目の前の人、解釈の仕方、好き嫌い。これらっていうのは結構固定されてます。例えば、通勤路。あなたがいつも自分の家から会社に行くまで、あるいは学校に行くまでの道で、どんな看板があるかとか、出てすぐの、家から出てすぐの右側の家には、窓はいくつあるかとか、見たことないと思うんですよね。これって、僕たちが普段見ている景色、何回も何百回も何千回も通ってる道なんだけれども、見ている景色はずっと固定されているっていうことなんですよ。で、人ってこういうふうに自分が見慣れたもの、見たいもの、見ていると楽なものに、どん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 、エネルギーを注ぐようになっていくので、その他のものを見なくなっていくんです。だから嫌いなものには触れたくないし、こういう解釈の仕方っていうのが定着してくるし、あの人はこういうことをしたからきっとこう思ってるんだ、みたいな思考の癖とかもありますよね。これっていうのも固定されていってるんです。で、この固定されていっている世界で僕たちは物事を見る、物事を見聞きするから、そこの影響を受けていくんだよっていうことなんですね。無意識に固定された景色から実は心っていうのは作られているんだということです。だから結論としてはこの見るものを変えていくということが非常に大事になってくるよということなわけですね。ということで解決の糸口なんですけれども、この意識的に見るものを変えていくということが非常に大事になってきます。例えば今で言うと SNS をよく見ている人であったりとかって多いと思うんですよね。スマホをずっと見ているみたいな。で、このスマホをずっと見ているっていうのは非常に良くないんですよね。で、これはね、よく言われるじゃないですか。ブータンだったかな？その世界で一番幸福度が高いと言われていた国で、一気に幸福度が下がった年があった。じゃあその時何があったのか。それはスマホを持たしたんだ、みたいなね。SNS に触れるようになったんだ、っていうことがありましたけれども、SNS って世の中の人たちのいい部分が切り取られて、ばらまかれているような世界ですよね。だから、その人の人生すべてが、そんな、なんか、みんなで、パーリーピーポーみたいな感じの人生ではないのに、そのみんながそうやって集まって楽しんでワイワイしててみたいなところだけが切り取られて発信されてるじゃないですか。
そのいいところであったりとか、もう本当に切り取られた情報の巣窟みたいになってますよね。そういったものを見ていると、やっぱりその影響を受けちゃう。自分ももっとあんな風にはっちゃけなきゃいけないんだとか、あんな風に成功しなきゃいけないんだとかね。うん、そういった弊害があるんですよね、SNS って。もちろんいいところもたくさんあるんですけど、そういった弊害に飲まれていく人っていうのも、すごくね、それで苦しんでいく人でも多いわけですよ。だから、そういったところの影響を受けていると、どうしてもね、その SNS に発信されているものっていうのは、承認欲求であったりとかね、うん、自分をよく見せたいっていう欲求だったりとか、そういったものが渦巻いてるわけじゃないですか。すると、やっぱりそういったものを受け取ってしまうので、自分もそういうふうに、あ、もっと認められないととか、背伸びしないとっていうふうになっていって、自分をね、偽っていたりとかって知っていっちゃうわけですよ。すると、やっぱりそういったね、こう上下意識みたいな、ハイアラキーの世界のね、考え方っていうのが自分の中に浸透していってしまって、苦しくなっていくっていうことがあるんですよ。なので、この SNS とかっていうのも、やっぱり名著に書いていく、うん。昔から本当に語り継がれてきた、例えば論語であったりとかね、そういった本、名著ってあるじゃないですか。そういったものを、見る時間に書いていくとか。人の悪いところばかりを見てしまう、嫌なところばかりが目についてしまうんだったら、あえていいところを探してみようっていう、このあえてやっていく、あえて変えていくっていうことをしていくっていうことがすごく大切です。他にも近くに置くものを変えるっていうのがすごく大切ですね。まあこれも意識的に見るものを変えるとつながってくるんですけれども、自分が、あ、ちょっと誤字があるんですけど、自分が悪い状態に流れていくものっていうのを把握して、それを近くに置かない工夫っていうのが大切ですよということですね。なので、自分が例えばスマホもそうですけど、スマホをずっと触ってたらなんかもうずっとぼーっとしちゃうなとか無気力になっちゃうなっていう人は、あえてスマホを離すとか、うん、自分が、あ、このお菓子食べるとその時はすごく、うわ、美味しかったってなるんだけど、その後しんどくなるなとかっていうのは置かないとかっていう風にやっていくんですよ。でダイエットとかもそうじゃないですか。その痩せたいって思った時に、まずは自分が太るもの、太る要素、太る習慣になっているものを遠ざけようとしますよね。で、これが大事です。人はやっぱりその近くにあるもの、その慣れ親しんだものにパンって手がいって、そして自分の悪い状態に落ちていくみたいなことって往々にしてあるので、それをあえてやらないようにしていくということが大切です。で、これは僕自身もやってます。実際ベッドの周りには僕はスマホとか置かないようにしていて、寝る時にはベッドの周りにはもう本ばかり置いてます。本を置いたりだとか、ちょっとこうガングドラムって言ってね、そのいい感じの音が出る機械があるんですけど、まあその音をねちょっと流していたりだとか、でそういう風に自分がいい状態になれるものっていうのを周りに置くようにしてます。すると結果的にその自分がいい状態になるから、その次の日の目覚めがすごく良かったりだとか、なんか気分がね上がったりだとかってしていくんですよね。なのでそういう風に自分が状態が良くなっていくようなものっていうのを置くっていうのを意識していくということですね。これを大事にしてもらえたらと思います。ということで、これが大事というポイントなんですけれども、普段僕たちが何気なくしていること、触れているものが自分に大きな影響を与えていることを忘れない、これをですね、ぜひ、自分の胸に置いておいていただいて、なんならメモっといていただいてですね、自分が今触れているものって自分の状態を良くするものかな、悪くするものかなっていうことをですね、普段しっかりと確認しつつ、自分でそれを、あ、こうだな、ああだなって判断しつつですね、選んでいってもらえたらなというふうに思います。そしたら自然とあなたの状態っていうのは良くなっていく、ご機嫌な状態が自然と作られていくようになっていきますので、ぜひですね、日常から変えていくということを意識してみてください。でですね、普段ですね、まあ、こうやって YouTube で発信とかもさせてもらっているんですけれども、より濃い、発信というか、より、もうこの気づき深い内容というのをですね、メールコミュニティの方で紹介させていただいたりしております。こちらではですね、実際に参加者さんからの、返信などを取り上げながらメールを送らせていただいたりだとか、よりですね、人間関係を良くしていく内容というのを発信していますので、ぜひですね、こちら概要欄から登録していただければなと思います。そして左側に書いているんですけれども、まあ、僕ことぶきの梅干しっていう梅干しを作らせてもらっていて、そこでですね、やっぱり人間関係とすごくつながってくる部分って多いんですけど、そういった普段の気づきであったりだとか、普段大事にしていることであったりだとか、そういった思いの部分であったりとかねっていうのを梅日記っていうですねブログの方で紹介させていただいております。こちらも僕のですね、まあ、ブログ記事が読める内容となっておりますので、ぜひ興味があればそちらも概要欄から見てみてください。ということでですね、今回の動画はこれにて終了となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。失礼します。